とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日もですねマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですねアップデート後から新しく追加されました装備入手しました。これです、弓ですね。はい、見ていきましょうか。これです、古代の弓。名前は好き、名前は大好きだけども、能力は微妙、能力微妙です。ダイナモがついてます。ダイナモでターゲットにモブのペットがね、攻撃するってやつなんですよ。微妙だな。まあダイナモもね使えるときは使えるんだけども、レベル1のダイナモはね、上昇率が低すぎてダメなんだよね。まあとりあえずどんな感じかやっていきましょうか。はい、アポカリプスのプラス7に来てますね。プラス7、まあこれ116なんでちょっと難しいかな。プラス7は130ぐらいです。エンチャントつけようか。いや、どうせ使えないからな。まあまあ成長にしておきましょう。成長と、まあ貫通速射ぐらいでいいか。はい、行きましょう。いや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 、多分10ぐらいじゃ、いや全然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 無理。いや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 、こんなもんよ、こんなもん。いやちょっとこれさダイナモをある程度貯めていこうか。ある程度貯めていって、ちょっとボスを倒す感じでいきましょうか。いや、とてもじゃないけど使えない。これはとてもじゃないですよ。せめて100ぐらいいこうか。100ダイナモにしときましょうか。100ダイナモでいきましょう。さすがにちょっといくでしょ。いけ何これ、何そのミリな感じ。全然なんだろう、キノコなしの締め具で叩いた方が上っていう、何ダイナモの100倍の威力ってそんなもんなの。これはひどいわ、これはひどい。これはモブをターゲットにするっていう方向で使ったがいいか。ちょっと蜂とゴーレムで来てますけども、いけ、どうだ。いや、いや、きつい。やられてしまうた。ダメージがダメだ、全然入らないもん。これは無理だわ。いや、やめて、やめてください、やめてください。いや、これはきつい、これはきつい。ゴーレムがそこそこ使えるかと思いきやダメだ、これはダメだわ。サモン系は無理ですね、無理無理。ということで古代の弓か。ダメです、これ。全然ダメ。いや、全く話にならんかったね。全く話にならない。まあ、これ以外にもね、この古代の弓以外にも、アップデートから追加された装備品がありますので、まあ、それもいくつか入手しています。動画にも出してますので、チェックをよろしくお願いします。はい、そして、チャンネル登録。高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。